どうもペテです。パースからやっていきたいと思います。はい、本日は海王山高校でトップ下作っていきたいと思います。そしてね、名教師水手に入れることができましたので、こちらを使っていきたいと思います。オフェンステクニックプラス3で、体力回復がね、毎ターン毎ターン自然回復にプラスされるということで、こちらを使っていきます。で、デッキの方はね、せっかくなんで、テクニックオフェンス105に向けてやっていきたいなと思いまして、オフェンス4、テクニック4、スピード2というデッキでいきます。桜はアユ、ラキティッチで、栗林、カルロス、そしてメッシ、この6人でいきたいと思います。アイテムの方はパードルと招き猫を持ち込んでおります。ではやっていきましょう。ラキティッチ久しぶりの使用ですね。得意練習頻度はね、桜バトが栗林を香川、その辺はねプラス5なんですけど、ラキティッチはプラス2です。ある程度使えます。しかも体力回復もあるのでね、悪くはないのかなと思ってます。ラキティッチね、前夢なんで、ラキティッチにしました。そしてラブバーが来ました。ラブバー来たけどね、正直継続する気がないんだよな。絶対継続しねえもんな。はい、で次が2ターン目、3ターン目以降継続しないと無理です。はい、さあ次も継続するよ。3ターン目継続して、お、継続した、ラッキー。いいですね、このラップはありがたかったか。ありがたい。1ターンでもね、こういうのがあると楽です。はい、オンでいい感じのとこあるかな、集まってるとこ。あー、オフならここなんですけどね、オンこっちだな。はい、オンテクいきまーす。オンテクいきましょう。はい、ワンチャン4ターン目いかないかな。ワンチャン4ターン目いかない、無理か、無理ですね。はい、それは仕方ない、それは仕方ない。はい、では告白ね、ささっと来てほしい。で、オンオフェンスいきましょう。はい、オンオフェンスいきまーす。桜花の評価どんどん上がってますね。で、告白が来てくれれば嬉しい。あゆの福井目か、違うんだな、空白が来てほしい。はい、これはスピードいきましょう。オンスピいきます。桜花の評価がどんどん上がってきますね、助かります。そしてあゆ、ワンチャンばっかり、やっぱそんなことはないけどね。はい、桜花評価上がる。そしてこれあゆの評価、そして体力回復ね、キープ力かな、キープ力もいきましょう。パスコツ力、こっちの敏捷稼げるんでね。はい、 OK です。で、テクニック悪くはない、悪くはない。席ですね。はい、オンテクいきます。で、桜花の評価がバンバン上がっていきます。メッシの評価も上がっていきますと。はい、有本一致。桜花ね、早めに一致すると、でかいタック、早めから来る可能性があるんで、助かるっちゃ助かるっすよね。はい、で、体力回復ね。で、桜花、金徳積んでいきます。で、もう体力、桜花もう評価上がりきったかな。上がりきりましたね。はい、では、これ、フィジカルいきまーす。はい、オンフィジー行きます。行きましょう。カルロスの評価も上がっていきます。ナイスです。で、やべさが次1かな。はい。で、突破力。で、あゆちゃん、あゆちゃん、筋肉じゃない。告白が来てほしい。告白さっさと来てください。はい、あゆ。で、持って、テクニック。あ、メンタルですね。これはメンタル行きましょう。メンタル行って、やべさが1。で、次のターン、青木くん1できるかな。はい、音面いきまーす。行きましょう。小暮くん3するのはありがたい。さあさあさあ、頼むぞ。ささっと告白来てほしい。はい、マリーシア。一瞬告白期待したけどな、桜庭でした。残念。で、メンタル。微妙だな、青木くん。オフ、違う。これフィジカルでもいいかな。フィジカルでもオフェンスでもいい。フィジカルいこうか。中山くんちょっとテンション上げておきます。はい、フィジカルいきましょう。もうメッシはね、評価多分筋トレ走る評価は上がりきってるんで、もうさっさとピンでしてタックルします。はい、哲学キッチいいですね。はい、カムエッジで、堀場くん出現と、ささっと倒していこう。で、カルロスが金徳進んでいきます。はい。二人でウェイですね。はい、そしてこれはオフェンス上げておきます。オフェンスを上げて、しっかりと伝突、そして原爆セップもらっていきたいですね。はい、上げておきます。はい、そしてメンタル微妙。あ、テクか。はい、テクいきます。オンテクいきましょう。8% 通るでしょう。OK。で、体力回復イベントが、トイベってもうないもんな。メッシがあるのか。でも来なかったね。はい。
いや、告白来てくんねえかな。告白、告白はマジで来てほしい。1937。ここはメンタル生かして、ここはメンタル生かしてほしい、ここはメンタル生かしてほしい。オッケー、メンタル来ましたね。はい、音面いきます。さあ、告白、告白来てくれ。頼む、告白来てくれ。もう体力回復しないといけなくなってくる時期なんだ。はい、桜庭、あー来ない。あー、マジか。あ、オフ行こっか。オフオフェンスいきます。 32%通ってください。お願いします。オーケー。で、あゆ、ラブバ、ラブバで告白来てくれたら最高。で、桜庭でしたね。で、告白は来てくれない。で、これは上行っとこう。突破力のことをね、最近カルロスでもらえる。で、あれもらったっけ。もらってる、もらってる気がした。あげてください。で、オフェンスあげます。で、こっからはテクあげようか。こっからはテクあげます。で、スピードとリードとスタミナも上げる。で、パワーも4だけ上げとこうか。はい、これでいきまーす。で、メンタル、あー、これいきたい、これいきたい。でも、さすがに無理だ、さすがに無理だ。はい、では一回休みます。いやー、マジかー。休むの休ませてくれよ。告白そろそろ来てくれよと思ったら来てくれた。いや、もうさっきの休めのもったいないね。メンタルいってけばですね。はい、まあ仕方ない、まあ仕方ないけど、これちょっと行くともねえな。ちょっと微妙だなこれ。なのでデート行きます。デートこなしていきます。どうせみんなテンション下がってるしね、大丈夫です。カルロスはテンション下がっても大丈夫です。はい、ゲームアクセプト。はい、OK。 もう一回デート行くの、もう一回デート行くの。で、伝突までくれ、伝突までくれ。いやー、入らない、伝突。残念。ファンタジスト何ですね。あー、踏みたいけど、踏みたいけど、デート行きまーす。はい、デート2回目。あと1回デートは行かないといけないんですけどね、このセクション中にね。はい、いいでしょう。で、メンタル。あ、これは微妙だ。あ、微妙だ、これ。これちょっと微妙なものが来てしまったな。あー、どうしよう。オフでいくか。オフスピーいきます。はい。いや、ちょっとみんな遠いな、みんなちょっと遠いんだよな。ちょっと厳しいかな。ラブパー来てほしいですね、ちゃんとね。で、これ上、下は精神なんでね、精神単品なんで。はい、そしてこれはここだな、さすがにね。はい、オフスピーいきます。まあ、メンタルでね、監督の評価も上げたかったけど、まあこれはオフスピーです。で、メッシ、うん、このままじゃダメだ。はい、そしてメンタル。お、メンタルいいね。はい、音面いきましょう。これは音面いきます、これは音面いきますが、能力上げておきますね。能力をカバーを振って C で、テクニックも D、 スピードが上がんなかった。じゃあスタミナ上げます。はい、そして、そして途中室マリーシアフェアプレイ。はい、これでいいですね。はい、では音面いきます。いきましょう。で、堀場くん、あと2回で倒したいよ。あと2回で倒していきたいです。ちょっと厳しいかもしんないなぁ。まあ、ちゃんと人のいるところで倒そうね。はい、栗林。はい、ラキティッチ、司令塔のコツ、司令塔のコツください。はい、OK。いいですね。で、メンタル。メンタル悪くはないんだけど、これ多分次倒せないなぁ。まあ、いいか。はい、いきます。本命いきます。小暮のテンション上がるしね。次で倒したい。次で倒してえなー。次人集まった時にもう。はい、哲学完全一致。いいですね、やぶさか。で、これは席。席。はい。でもって、でもって。あー、ここ行く？小暮行く？こっち行く？まあ、こっちか。席ですね。はい、オンフィジカルいきまーす。で、次デート行くのもありっちゃあり。ありっちゃあり。デート行くのもありっちゃあり。あ、でも、テクだな、これ。オンテク行こうか。オンテク行こう。オンテク行きます。はい、オッケー。8番を超えた。どうしよう。デート行く？デート行こうか。いっか。まあ、ここ、
デート行きたいよな。デート3回目終わらせときたいよな。終わらせときたいね。うん、終わらせときます。3回目。はい、 OK。 シュートレンジのコツ。はい、では流星群、流星群お待ちしております。4655。さあ流星群来てください。来てくれないとちょっと遠いんでお願いします。来なかった、残念。でまだまるっと包んでがあるんで、まだあるって。はい、これははまらなかった。これはここ行こうか。うん、さすがにもう倒していこう。で、能力行ってきます。で、原木ステップ、ファンタジスタで、爆発力で持って、バックスピン、アシスト、リード、リハインドもいいな。はい、これでいこう。はい、では、オンフィジカルいきまーす。で、ラブパ。ラブパ起こせ。はい、ラブパ。オーケー、倒すだ。倒すだけど、はい、ラブパ。ここでラブパ起こしてほしい。流星群来なかったんだ。あ、来ないか。残念。これは大一番三角ね。はい。で、ラッキーティッチ。まあ、ボックス、ボックス取っていこう。体力ちょっと微妙だけどね。ちょいと微妙だけど。はい、これはスピードいきましょう。いや、やべえな、怪我。怪我しそうだな。頼む、頼む、頼む。OK、ナイス。ここでアイの回復あるんだ。OK、OK。危ねえ、今さっきのボックス、ボックス取らない方が良かったな。うん、危なかった。これで怪我してたら本当に泣きで。ラクティッチのせいで。はい。あ、悪くねえ。お、メンタルだ。これはメンタルですね。あー、でもオフでもいいな。3人ダメになるけど、遠い2人がいけるんで、オフ面いきます。オフ面いきましょう。まあ、こういうとこね、うまいことオフでいけるとでかいんで、うん、こういうとこはオフ使った方がいいと思います。まあ、遠いメンバーを近づけていく。まあ、それが大事です。で、今、秋山行ったから中山かな。中山のテンションのとこ。はい、OK です。で、ラキティッチ。で、これはね、精密機械よりレジスタの方がいいよな。うん、レジスタの方がいいよな。操るパスから。はい。さすがにね。さすがに。で、テク上げて、パワー上げて、スピード上げて、あとはスタミナよ。はい、これでいきます。で、おー、悪くねえ。悪くねえけど、こっちがいいな。はい、オフフィジーいきます。うん。いや、オンか。オンか。さすがにオンか。オフでもいいんだよな。オンいっか。オンいきます。オンフィジーいきます。はい。まあ、秋山、中山が近づくんでね。いいです。ほぐれの横、右横4つはでかいか。はい、出た道。はい、そして、メンタル微妙。あ、監督の評価上げてぇな。上げてぇな、上げてぇな。で、ここでデート来てぇな。デートも来てぇな。あ、でもどうする？お、やるならこっち。やるならこっち。オフで行こうか。オフで行きます。監督の評価、やっぱ上げたいんで。上げておきます。はい、OK。監督、練習後イベントね。OK。いいよ。ポイントが意外と入ってる。で、中山はもういいや。ほぐれだな。ほぐれ行きたいけど、まあ、こっちもいいんだよな。なんやかんや言っていいんだよな。まあ、でもほぐれだな。はい、オンフィジ行きます。ほぐれ秋山。ほぐれを横に移動させたいな。で、あゆ。さあ、ラブパ。さあ、ラブパ。さあ、ラブパ。はい、来ました。さあ、残りデート2回、2回だろう。まあ、ラブパー、うん、これはもうラブパー4ターンは続いてほしい。4ターンは続いてくれ。で、ここは関と、まあ、ここだろうな。まあ、こっちも行きたいけどね。こっちもすごい行きたいんだ。こっちだね。はい、フィジカル行きます。さあ、小暮れを行かせてくれ。小暮れ行きたい。さあ、ラブパー4ターン持ってくれ。最高のターンで来てくれたんで、4ターン持ってくれ。これは、どっちでもいいんだよな。キキサッチもあったから上行っとこう。どの道テンション上がってるから。
え、小暮は小暮はい、ここ行きます。テクニック行きましょう。まあ、桜もいいけどね。はい、で、ここは桜も勝手に一致するんで。はい、ではテクニック行きましょう。はい、OK。ですね。で、あと3ターン持ってくれ。3ターン最大持てると最高。でも、体力がないんでね。ちょっと、金属イベントは進まないでほしい。ちょっと金属イベントは待ってくれ。おぉ、ラブ終わっ、2ターンで終わった。ターンで終わってしまった。終わってしまったか。小暮行くのもありだが、デート行こうか。これデート行っておきます。一人なんでね、デート行っておきます。で、2連チャンデート行くのあり。2連チャンデート行くのあり。それかセクヨンにデートを残すのもあり。ありっちゃあり。いや、ラブパが意外に短かったな。ちょっと予想外だったな。あ、これは行こう。あー、オフ。オフで行こうか。はい、オフディフェンス行きまーす。はい、いいですね。小暮が横に並んだね。横に並んだから横で行きたい。で、岩渕。暴走者。ここで練習していくんですけども。あ、でも微妙だな、これ練習。微妙すぎるな。微妙すぎる。まあ、中山一致するんですよ。で、岩渕はあと1になるんですよ。行きたいっちゃ行きたいんですよ。行きたいけど、デート行くか。デート行きましょう。はい、ラストデート。で、達人キープ欲しい。体力が少なくていいんでね。達人キープ。達人キープが来てほしい。来た！ナイス。いいですね。達人キープ入ってくれました。ナイス。で、メッシュ終わっていく。金徳終わらせてほしかったな、メッシュな。セクに、セク3で。今日、イバイシも終わってないですよね。体力消費が激しいな。セクは、ちょっとやばいかもしれない。はい、そして、オフ。オフ。おー、これだな。テクニックですね。いい感じでテク来てくれた。ナイスですね。はい、そしてワンチャンラッパーいらないかな。ラッパー、まあ、ラッパー来てくれたら嬉しいよ。嬉しいけど、そんなにいらない。はい、ではテクニック行きましょう。オフテク。で、小暮くんはね、試合までには一致させたい。そして監督の評価も上げたい。あ、ラッパー来た。マジか。来た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 か。嬉しいな。これは嬉しい。嬉しい。体力の消費も減るし、嬉しい。怒涛のラブパラッシュ。どこ行くかな。お席、あ、ここ行こう。監督の評価上げていいや。これはゴーダー前なんでもういいや。で、達人キープ取っちゃう。敵察知コツ来てるもん。あ、ムードはちょっと微妙だな。司令塔取っちゃおう。これも取っちゃう。いや、おいちゃんもう潰しちゃう。で、データ、スタミナ、テク上げていくなぁ、パワーだなぁ。待てよ、スピード上げるより多分これ、いや、スピード上げるか。上げた方がいいよな。パワー上げれば査定上げる、上がるかなと思ったけど、これでいいや。はい、これでいきまーす。はい、ではこれ、メンタルいきますね。音面いきます。はい。で、ランパ、続いてください。あと4ターン続いてください。で、ゴーダくんがね、3ターンで1つさせて、残り1ターンでタックルをしたら、結構アドバンスでかいんで、来てほしいと来てほしい。うわ、ラップ終わった。1ターンかよ。1ターンかよ、短いな。そしてゴーダ1人か。1人はちょっと厳しいんだよな。それ以外ちょっと微妙なんで、これゴーダくんいきます。はい、ゴーダ戦っていきましょう。買っていくのはいいけども、いいけども、何か取るもんねえか。ハードワーク取っちゃうか。でシュートレンジも取っちゃうか。はい、パスカン取っちゃうか。はい、では本命いきまーす。いきましょう。ゴーダ君あと2回で倒したいよ。あと2回で倒したいです。はい、メッシ。さあ、ドリブルキング、ドリブルキングきたー。ナイス、いいね、入った。ドリブルキング、ナイスです。これはでかい。で、ゴーダどこにいる？お、お、まあ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 、桜と一緒か。まあまあ、まあ、ゼロよりかいいや。ゼロよりかはいい。え、金卓取れないんだな。はい、では、オンディフェンスいきます。オンフィジカルいきます。で、ワンチャンラッパ。ワンチャンラッパ。で、次のターン終わらせたいゴーダ。いや、終わんない可能性が出てきてる。出てきてる。で、練習後イベント来い。来なかった。やる気だけでも上げてほしかったな。やる気は上がった。OK。ラクティッチ。はい、レジスタゲット。レジスタをゲットで、ゴーダは？ゴーダは？
いや、これちょっと踏まないっすわ。これ5だ、多分ね、一致しない。一致しない。一致しないで踏まない。で、これはオンメンタルいきます。オンメンタルで中山と、小暮、近づけます。それ以外ちょっとしょぼすぎるんで。はい、オンメンいきまーす。はい、行きましょう。え、次のターン。次のターン5だよ。次のターン。5だ。頼むぞ。ここだ、みんなと一緒にいてくれ。みんなと一緒にいないと、ちょっと、多分一致しない。で、栗林回復ナイスタイミングですね。オッケー、いいよ。で、堀場。あ、来なかった。ゴーダ。あ。あー、これ、ゴーダ行ってもいいね。多分これ、倒せると思うんだよな。さすがに倒せると思いたい。一回、力ら辺も振るか。突破力取っちゃおう。はい、ドリブルキングね。ドリブラー欲しいですね。ドリブラー欲しいけど、くれないんだわな、多分な。ファーストゴール取ろう。今回ちょっと敏捷が微妙かもしんない。まあ、一致しないからか。結構みんな残ってるからね。はい、オンディフェンスいきます。オンディフェンスいきます。さあ、ゴーダ君、ここで倒したい。取れろ、取れろ、取れろ。オッケー、倒した。小暮があと、これでいいんだよな。小暮は一致した。小暮一致したので、これで一応投票をもらいますね。監督の方が確か上がったはずなんで、オレンジまで上がってると思うので、いけるはず。で、栗林、ラストパス。ラストパス。あ、これ、インテリです、それです。体力消費が痛いな。あ、こいつらテンション上がってるメンバー、分かっこうか。ちょっと残念。おめっちゃいい。いい感じですね。ちょっと体力回復大きいですけど、まあいいです。いいです、いいです。で、精神的支柱はもう取っちゃう。はい、そしてこれテクニックいきましょう。さあ、ラブパ。来ないかな、さすがに来ないか。で、岩渕1ですね。OK です。ナイスだね、これは。これはナイスだ。はい、ラブパ。来なかった、残念。で、堀場くんのテンション、まあ、微妙だな、上でいくか。体力ちょっと全開にはならないけどね、上行っておきます。で、堀場、あ、来た。528。あー、どうしよう、これ踏みたいな、これ踏みたいな、踏みたいけど後がしんどくなる。後が、まあこっち行く。ごめんなさい、これはちょっとスルーします。今回スルーさせてください。うん、後がちょっとしんどいわ。後がちょっとしんどい。はい、 OK、 いいです。もう一回声をカルロスと、まあ、今回の目的はオフェンステックを上げたいという目的なので。はい、A 重量級オフェンスとかに、オフェンスとかに、おー、そこ？お？そこか。そこか、まあこれいきますね。とりあえずオンディフェンスいきますね。オンディフェンスいきましょう。で、次、堀場くんと郷田くん、両方ともオフェンスにでかいタックと一緒に来てほしい感じがする。はい、あと2ずつ。まあまあいけるでしょう。はい、どうしようね。はい、サクッとピンチョいきまーす。で、パワーを上げます。で、スピードも S にします。で、テクを A にします。はい、これでいきましょう。いきまーす。はい、終わりました。無事2点取れたので問題はないです。はい、満点です。ここで全員ね、完全一致しなかったので、ちょっと経験値低いけどね。まあ仕方ない。さあ、でかいタックとともに、でかいタックとともに、あ、来たね。これは堀場くん一丁、郷田くんはちょっと捨てます。まあ、ちょっと捨てときますね。テク上げて、うん、で、これ999じゃないから、うん、ちょっと体力も足らないかな。ちょっと体力足らないっすね。どうしようか、どうしようかなと。アーリークロス欲しいな。でテクオフェンス、まあ、100にはしたいんでね。はい、ではテクニックいきまーす。はい、いきましょう。フテク。さあ、郷田くん、オフェンステクニック、フィジカル、どれかに来てほしい。で、オフで近づきたい。で、オフェンスで来てくれると最高なんだけどね。あれ？溢れたね。まあ仕方ない。これは仕方ない。溢れるのは仕方ない。はい。さあ、ゴーダ、どこにいる？お。ああ、行きてえ。すごい行きたいけど、これはね、ゴーダ君行かせてください。究極一致しないと多分ダメなんだ。いやー、どうだろうな。でも次のターン多分究極一致。きついんですよね、ゴーダね。まあ、これを、いや、テクニックいきます。はい、ゴーダいきます。これはちょっとさすがにテクニックいかないとまずい。
はい、究極一致ですね、ここで OK です。徹底抗戦で、ちょっとしょぼいな。うん、5台とかないとまずかったね。 OKOK で、これでテクいこっか。じゃあテクいきます。テクいきましょう。はい、こっから、はい、とりあえずテクニックいきます。いきましょう。いや、ちょっと体力足んねえんだよな。ちょっと体力足んねえ。はい、でスピード、カルロスのテンション上げたいな。まあでもこれはオフェンスですね。オフェンスいきましょう。オフェンスいきまーす。はい、オッケー。でも今のままじゃちょっと100厳しいな。400は厳しいな。うわ、カルロス上げて。でもこれはもうオフェンスだね。いや、次オフェンス踏めるか踏めないか。踏めないだろうな。うん、ドリブルキング、ドリブラーのコツが入ってるのは痛すぎる。ドリブラーのコツがないのが痛すぎる。はい、でオフェンスいきます。ドリブラーのコツが欲しい。はい、サクッとピンチャン。でオフェンスをもうとりあえず105にします。で、金徳の方はね、あとドリブルキングぐらいです。あ、あと図書か。まあ、あ、インテリジェンスとか、インテリジェンスとかどうすっかな。敏捷、敏捷、敏捷、ワンタッチも取っとく。いや、最後やっぱでかいタック来てほしいな。テクニックでもいいからでかいタック来てほしいな。そうっすね。ヘディングマーク外し、まあこれぐらい、まあ、こういっとこうか。こうい、いや、今のちょっと違うな。こっちだな。はい、これいっときます。これいっとけば多分溢れることはないんで。はい、これでいきます。いきましょう。はい、終わりました。一応2ゴール入れれましたね。OK です。はい、535。さあ、最後、でかいタック踏みたい、踏みたい、踏みたい。いや、分かれたか。分かれたか、みんな。みんな分かれちゃったか。あー、そっち？あー、これ !37%! 踏むしかねえな。踏むしかねえな。踏むしかねえな、これはな。怪我しに草取ろう。で、ドリブルキングも取っちゃおう。で、もうこの辺はね、もう取っちゃうしかないんですよ。取っちゃうしかないんですよ。で、パワーを100にしたり。さあ、行くか。さあ、怪我するな。33%。3分の1で行くか。まあ、3分の1だったら怪我しないんでね。はい、行きましょう。OK! ナイス！いいですね。いいですね、いいですね。それでサクッとピンチャン行きます。で、テクニックはさすがに触れないかな。1ぐらいしか触れなさそう。まあ、それよりか他を振った方が絶対査定は高い。はい、パス。1、ワンタッチ、トラップ。で、レジ、あれだけ取っとこう。インテリジェンス取っとこう。で、筋力だ、筋力。筋力はやっぱ余り気味なんだよね。まあ、奪還、まあ、守備反応はさすがにしょぼいに行きたくないんですけども、ねえ、マッチアップ最後コツくれるんだろ？で、これだろ？これだろ？これだろ？スピード100だろ。スピード100は行きたい。スピード100は行きたい。スピード100は行きたい。いや、これより先ワンタッチ取って、この辺やめてたな。あ、でも筋力がちょっと余りそうな感じがするから、何か敏捷、敏捷20ぐらい。敏捷20ぐらい。何もやめれねえ。敏捷20か。これか。いや、ダメだ。筋力が。筋力が。じゃあもうワンタッチでいいや。ワンタッチ、ワンタッチ、ワンタッチ、ワンタッチ。こうやって。なんか振りたいな。ちょっとこうなの、こうか。こうのがいい。はい、これでいきまーす。はい、いきましょう。はい、終わりました。とりあえず2ゴールは決めましたということで、はい、終わりですね。で、593。で、今回ね、意外と USS 行ってんじゃないかなと思ってます。うん。もうちょっとでかいタックくればよかったかもしんないけども、USS は見えてる。見えてる。多分行ったと思う。行ってやってほしい。願望も含めてね。はい、では、23,257振ってまいります。少々お待ちください。
はい、振ってまいりました。まあ結局ね、オフェンス105、テクニック101にしかなりませんでしたが、結構いい感じに得点を取れたんですよね。ありがたかったです。はい。まあ105にできてるから少しは査定は上がってるかな。さあ、どれぐらいいったかな。USS ぴったりか、星1いったかなーってぐらいですね、多分ぴったりか。はい。USS。はい、ぴったりでした。まあこんな感じですね。うん。まあ、あと1回でかいテクニックか、まあオフェンスタック。あと1回じゃ厳しいのか。あと2回ぐらい来てくれてれば、まあテクニックも105、オフェンスも105っていう形にできるのかなと思います。まあ普通にこのバッジ、体力の回復量はそんなに、感じれませんでしたが、まあ体力回復してるんでしょうね。合計、うん、49ターンあります。回復ターンは49ターンありますので、うん、98は回復してるはずです。まあ、マックスなかったね。まあ、回復してるはずなんで、まあ、ある程度いいのかなと思います。はい、本日は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ビタでした。さよなら。